カレーな、ぶつ盛りな、パーって、そしてこのかわいいくまモンの麦茶、まだかわいいって、特にもったり系だ。夏休みかなって、もうほとんどないで。うん、アーブリュー、何味、何やった、誰やった、栗原先生よ。もう全然肉ないんやけど。ありました、かろうじて1個、ひとかけのビーフがボローンって、サイコロだーって。寝かした味する。うん、もうちょっと胡椒を入れとってもよかったかもな。おかんの分、まあ茶碗一杯分ぐらい。うん、もう趣味趣味やなこれ、野菜は。頑張ってくれよお前ら、明日俺の敵取ってくれ。名前わかるの、何やった、しずる、しずるってやつおるやろ、ピンクのやつで。しずえ、しずえやったっけ。カレー作れたんならもう何でもいける。結構コトコト煮込むのもいいかも。5万円のカレー。それ言う？それ。シチューでもできるぞ。お、豚でもええ。カメムシや。ペペロンチーノは、あれは余裕よ、もう。まずオリーブオイルとニンニクの刻んだやつを、ね、鷹の爪と一緒に入れて、香りを移しますって。で、パスタを湯がいたら、そこにぶち込んで、茹で汁をかけながら乳化をさすわけですわ。で、とろみがついたら、イタリアンパセリを散らして完成です。アーリオオーリオな。
店出せるやん。パン作り待て。バード精神待つんだって。あるけん。俺が勝ってやりよるけん。おかんが。メスティンは、メスティンは、あの、俺の部屋の、あの、いろんなん入れとるボックスの奥の奥に潜んどる。うん。人参もくたくたやで、これ。キャンプは。いや、なかなか外でやってもさ、臨場感が伝わらんからさ、家の中でこんなんなっちゃうわけで。ええんやでって。作りたいもあるん。何がええ。キレット待てってあるけん。ダンベルもあるから。今日大丈夫やでって。あるだけ。お、うまいが。やり逃げ。ごちそうさまでした。パンパン。簡易。大満足。ですぐ寝たらダメな。1時間ぐらいちょっと横になっとこうかしら。う、あ、切れそう。トドになります。まあとりあえずじゃあお疲れ様でした。またいつか。お疲れ様です。チャオです。